はい。皆さん、今回もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます、えー。8月の11日に発売しましたから、もうね、何日も経ってしまいましたけれども、えー、ようやく、えー、そう CD 音源はずっと聞いてるんですけど、DVD にまで、えー、手を伸ばすことができまして、今回はですね、まあ、初めてですね、これ、マスカラのフルコーラスバージョンの、えー、プロモーションビデオと。 いいううのを私はこれから初めて見て見みようと思います今ちょうどね夜景の手前でこう窓の前でね一人体育座りをしている女の子ですねこれはそののシルエットのところで今止ままっておりますはいここからですね、えー、ちょっと見ていこうと思うんですけどもまあ私はボイストレーナーですので、えー、プロモーションビデオミュージックビデオを見ながらね何を語るかとなるとですね <laughs> まあ、歌がどうこうっていうことにもなるかもしれないですけど多分映像を見てますので映像のことをただねかっこいいとかかわいいとかいうですねただのファン目線になってしまう可能性もありますけどもどうなるかということも含めて皆さん、えー、見て頂ければと思います。それではマスカラのプロモーションビデオミュージックビデオをフルバージョン初めてポンデカ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 。このギターね常田さんほんとかっこよかったね。 さあ、出てきたかなりない、笑顔で、ね。かっこいいね、ジェシーくんもそれがちょうどいい,いもうすごいね、北斗くんパッと振り向いただけでちょっと演技として成り立ってるコーチくん急に立ち上がったよ森本くんいいね、体幹がしっかりしてるわあさあ、きたタイガーくん 綺麗なお顔ですよ、ほんと。どの角度から撮ってもそれぞれのカットがあってさあ、全体でピンクになって、あるのね、ジャケットの映像に近いそれはもうやめて、濡らした涙がかわいだ。お、ジュリ君かっこいい顔だったね、今。 これはね、6人がやるからかっこいいですけど私がやってもちょっとね背中描いてるみたいになりますけど流してうわいい流し目だこれさあ来たここの裏声ほんと綺麗よねジェシーくんねおお地くんもいいいい目線くれましたね。 そうここ樹君なんでねののこれね CD 音源で聞いてもねそういや樹君すごい本当に丁寧に歌えてますチェーンジェシー君うわ森本君いいねおっ地君も壁からこっち見る感じさあ来た タイヤ君、下からお、なんかひっかふくり返ったよそんな瞳ふられうわかっこいいねさあジュリーくも下からアングルそり常に足りない足りて足りない僕らジェシー君、横になりながらさリワンもうやめかっこいいねあれは本当リズム感がある人がやらないとかっこよくないからねタイヤ君、ちょっとシャツをパソッとね あ、まあ、まあ。もう、みんな、すごい、腰がバキバキ入ってね。うわ、もう、一人一人近くのショットが。わあ、たいがくん、いいね、気持ち入ってる。すごいよ。 大学は本当にかっちょいね何を動きしてて「ああジェシー君キレキレ」「ない笑顔で」あこの場面ね私一回プロモーション出た時に歌ってないと思ったけどやっぱ歌ってるわみんなそれぞれ春のなならら始まらなきゃよかかったけてばかりで,いいで今カメラが離れていってストップはい。 今ねメンバーの名前と作った方たちの名前ねクレジットが出ております。これ本当にあのねあのこれ見てるとこの間のカウントダウン TV のあのパフォーマンスもそうなんですけどちょっとアイドルということを忘れてしまうんですよね。まあ、アイドルというのの、えー、なんていうの定義がすごい難しいっちゃ難しいんですけど。 もうね本当にね私が去年の年末、えー、大河君とジェシー君の歌声を聞いた時の,あのこれアイドルじゃないななんかこうアーティストそこもまま線引きは何かって言われたらちょっとねはっきり言えなくて申し訳ないんですけどでもなんかやっぱりこう音楽とかパフォーマンスとかそういうところでこうしっかり見せようという空気感というかね、まあ、意気込みが、えーまあ、歌い回しもそうですしこういう映像を見てても。 なんんか感じてしまうんですね私はであの,、まあ私の偏見もあるんですけどジャニーズのねアイドルの子たちはやっぱりちょっとニコッと笑ったりとかね可愛、えー、いい動きをすることによって、まあ、当然ファンの方たちも喜ぶみたいなところはあっていいんですけど今回の「マスカラ」のこの曲の、まあ、雰囲気ももちろんそうなんですけどあるからなんですけどそういうのないもんね。その曲の曲中でちゃんんとその演じてていいるるいい表現している常田さんが作った マスカラの曲の曲空気というのを、まあ、みんなでねあの演じてるというかもうパフォーマンスしてる感じが一個のこう作品みたいにして本当にだからアイドルのプロモーションビデオなんかパーンと華やかなひらひら舞いましたで可愛くみんなで笑顔で踊ってますみたいな空気とはまるで違うわけですけどこれがデビューして1年半のグループのプロモーションビデオだとなるとやっぱりね うん、まあざっくりした言い方ですけどアイドルっっっぽくないかっこいいっていいかこうにまあ見て,て思っちゃいますよね、うん、それで、まあ、今までそのテレビのね、えー、パフォーマンスをいっぱい見てきてこう歌レポを話してきたんですけどやっぱり CD 音源というのはまたちょっとね違ってまあそのアーティストごとに感覚違うと思うんですけど、えー、CD の音源というのは一つ見本版みたいな感じでね見本。 こういういうにまあ音程をとって歌いますエリズムをとって歌います言葉の表現もこうですっていうベースが CD としてあってでパフォーマンスというのはそれプラスも,うもちろんね皆さんがその場で気持ちを乗せて歌うわけですから表現も変わってきていいし、まあ、一つの作品の形っていうふうになると思うんですけど私はもうそのパフォーマンスの中でね特にジェシー君が最後「いじけてばかりで」ってこの空気を。 ちょっと抜く感じで終わる。この間のカウントダウンテーブルなんか最後ちょっとまで入れてましたけどであれがなんかこう耳に残ってたというかもうあれが標準だと思ってたのでこの今回の CD 音源はジェシー君は最後はね「ばかりでー」さらんとこう消えていく感じで終わってるだからそういうこともできるんだけどもパフォーマンスになるとちょっとこうね何、えー、て言うんだろうねおしゃれなものが乗っかるというか。 まあそういうところは他の方たちでも随所に、えー、いろんな場所に出てくると思うんですけどさっきも途中で言ったみたいにあの2番に入った時の A メロ二回し目のジェシー君のその裏声の表現力あの辺はやっぱりねキングルーの常田さんが作っててあの白日みたいにかなり高い音がどっかに出てくるかと思ったらそういう場面は,あそこはジェシー君が今回は、えー、やったんじゃないかなと思いますしもう一個 タイガ君が歌っててすごく難しい、1番のそのねサビの前の「すいもあまいも忘れたままで」とこの行ったり来たりするメロディーこれはすごく難しいんで2番に行った時に誰がやるんかなと私はひっそり思ってたんですけど樹君が担当しておりましてこれは音源でもねこれ多分ジュく君の声だなと思って聞いてたんですけど本当にね難しいメロディー。 ただ音程を取ればかっこつくわけじゃなくてやっぱり歌い回さないといけないしそこに歌詞もあるし表情もつけないといけないっていうのをいや樹君はねだからラップの担当っていうね私も最初のイメージはすごくあったんですけど歌えるんですよしかもあんな難しいところをさらんとそしてそれもやってますよ感がこう出ずにねさらっとその曲の中の雰囲気に入ってできてるあたりも。 やっっぱりちょっとアーティスト感を感ををじざるを得ないですねこも c、まあ、でもクリーピーナスと一緒にねこの間 FNS 歌謡祭でもコラボされてましたけれども、ねまあ、別に比べるわけじゃないですけどそうやってラップ担当の人でなかなかね他の本格的なっていうんですかね、えー、ラップの人と一緒にできるってなかなかねそれぐらいのやっぱスキルがないと当然ですけどできないわけですからそういうオファーが来るというのもまた1年半のグループとしては。 いやかかななななり素晴らしいいいこととんじゃないかなと思いますで今ちょうどこれ再生して今今日止めましたけどこの流れでメイキングが今流れ始めましたがこれもお話ししていくとまたもっと長くなってしまいますこれはまた、えー、次回以降ということで、えー、見させていただきたいと思いますので、えー、今回はこんな感じでマスカラのですねミュージックビデオフルバージョンを初めて見てみたぞというのの感想を皆さんにお届けさせていただきました今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。